ニュースポスト7です。またしても女性関係で注目を集めている東出昌大さん。3人の子供の父親でもある東出さんですが、養育費の問題でアンさんを激怒させていました。アンさんの知人によると、東出さんから提示された養育費は子供1人当たり月額1万円、合計3万円。これにはアンさんも愕然としたそうです、とのこと。子供たちのために少しでも多く払おうという誠意が感じられないことに憤っていたというアンさん。しかもまだ合意ができていない段階で、東出さんは一方的に3万円を振り込んできたそうです。ニュースポスト7。